こんにちは、ドクター熱血です。ちょっと遅れちゃいました。さあ今日もイベントやっていきましょう。限定クエストですね。と今回はハロウィンの方です。復刻仮装だらけハロウィン騒動。あ、復刻の方か、覚えてないレンジ編1話。ソウルステイ神々ソウルソサエティから現世と派遣されてきた失礼先遣隊は各々のつてを頼りに現世の生活を営んでいた。レンジは裏原商店へ身を寄せていたが、全く覚えてない。だけ欲しいんだけどな。でも属性違いで持ってるからまあいっかっていうね。ソウルソサエティから現世と派遣されてきた室外先遣隊は各々のつてを頼りに現世での生活を営んでいた。さっきと一緒やんか、さっきと一緒やんか。ひどくね？これ最初からじゃないの。これ今俺次のステージまで行ったか。いけないと紙芝居からまたスタートだけど、始めようぜ。瞬間あるだけで昔とは移動速度が違う。袖の白雪。ハロウィンっていつから流行りだした？ガキの頃はなかったんだけど、そんなの。ここ数年じゃない？誰の陰謀なの？レンジ編2は。
イチゴもな持ってるけどな。覚醒したところで高橋入れてっからな。なんだけどこのハロウィンだけで嬉しくなっていたけど、ごめん、もうこっちが嬉しくない。なんでもかんでも復刻させないってのじゃねえだろう。なんで復刻にプラスアルファをしないんだろうか。例えばこれにさ、あの親父コンビ加えたったらさ、全然ガチャの売り上げ変わったのにさ、なんで復刻しか出せない。夜の街で制服とか補導されね。今回ね、アクセのためだけだったらハロウィンで、それ以外はバンドやろうぜの方がいいっていう話ですよね。いや、ぶっちゃけね、最近ブレソルモチーフが下がってるんですよね。なんだろうね、なんか目標を失ったというか、なんていうか、前回前々回ポイントイベー60万いけなかったですからね。これ途中でもうなんか回れませんみたいな。始めようぜ。レンジ編が何話なんだろう。本当にどう。2連春歩は結構うまくいかないんだけどね。
面白い。計3歩でいいのは分かった。とりあえずレンジ編がここまでだと思うんで、次覚醒誰すっかなあ。そっか、覚醒しなきゃいけないつもりでした。とりあえずこれで1号編ですね。じゃあとりあえずここまでで終わりたいと思います。以上、ドクターネコでした。お疲れ様でした。